どうも、 YouTube 医療大学看護師の一光です。今回から僕も撮影に挑戦してみたいと思います。今回の動画は手術機の看護ケアについてやっていきます。お伝えしたい内容は麻酔の基本、手術後の観察点と合併症になります。手術機って医師や看護師にとって何回経験しても緊張する場面ですよね。僕の病棟でもよく手術がありますが、未だに緊張します。正しい知識を身につけることで患者さんへの観察はもちろん、自分自身のアセスメントにさらに自信がつくよう学んでいきたいと思いますので、一緒にぜひやっていきましょう。それでは早速参ります。最初に麻酔の目的、方法、種類、副作用について説明していきます。まず麻酔をかけることは痛みを感じないことを含めて4つの目的があるんです。1つ目は意識の消失、2つ目は有害反射の抑制、これは無意識に起こる反射を防ぐことです。3つ目は筋緊張の消失、そして一番重要なのは手術による苦痛を感じさせないこと、これら4つです。痛みを感じることで心拍数、血圧、呼吸などの変動、術中の帯動などを引き起こしてしまうので、安全に手術を行うためには麻酔が必ず必要っていうことを押さえておいてください。次に全身麻酔と局所麻酔についてざっくりですが説明していきたいと思います。全身麻酔は吸入麻酔と静脈麻酔の2種類があります。全身麻酔による効果は気道の確保ができて、舌根沈下や吐物、気道分泌での閉塞を起こさない、中枢神経に作用して苦痛を伴わない、長時間の手術が可能になる、これら3つです。次に局所麻酔、この特徴は意識が保たれた状態で痛みを取る、全身への影響が少ない、呼吸抑制が少ない、これが局所麻酔の特徴です。全身麻酔ですが、患者さんの苦痛を最小限にすることができるんですけど、いいことばっかりではないんです。反対に多くの副作用も伴ってきます。これに苦しむ患者さんもたくさんいるので、術後の観察や副作用の対応へは看護師にとって必要不可欠なものです。頻度の高いものとしては嘔吐、頭痛、喉の痛み、歯の損傷や唇の腫れ、悪寒、発熱などになります。ここで一つ余談です。 20% から 30% の頻度で出ると言われているものは術後の悪心と嘔吐なんです。これはポンプといって PONV とも呼びますが、主に患者様の体質や麻酔薬、手術の侵襲などの影響で起こると言われています。ですが、このポンプを引き起こす正確な理由は未だに分かってないそうなんです。ただ10人に2人から3人出てくる症状になるので、注意すべき副作用ということは忘れずに覚えておいてください。はい、このままいくと麻酔の話で終わってしまうので、そろそろ手術の観察のポイントについてやっていきます。具体的なところも少し噛み砕いて説明していきますので、気楽に聞いてください。皆さんよく侵襲という言葉を耳にしますよね。侵襲とは体を傷つける全ての行為のことです。人間の体には侵襲を受けると自分の体を守ろうとする、侵襲の刺激を少なくしようとする働きが出るんです。このことを恒常性の維持と呼びます。体を守ろうとした結果、神経、内分泌、免疫機構、代謝などに急性の反応が起こります。この防御反応を生体反応と言うんです。侵襲が大きくなればなるほど生体反応も大きくなってきます。そしてこの生体反応が大きくなるということは、
バイタルサインに大きな変動を表してくるってことです。なんとなく麻酔や侵襲について理解ができたかと思いますので、ここからが動画のポイントです。実はこの侵襲による生体反応なんですが、大きく分けて3つしかないんです。それはつまり頻脈と血圧の上昇、尿量の減少、血糖の上昇、この3つです。メカニズムはかなり複雑なので自己学習も交えて覚えてください。ここではざっくり説明していきます。それとあくまで侵襲を受けることでの体の反応を説明するので、術中のイベントによっては状況が大きく変わってくることもあります。なので一概にこれらの症状が必ず起きるということではないんです。それを前提にお聞きください。ではまず頻脈、血圧の上昇です。手術による低血圧、手術による血圧低下を起こす原因は麻酔による血管拡張、出血による循環血液量の減少となります。そこで人間の体は末梢血管の収縮を促進、心収縮力や心拍数を増加して循環血液量を維持しようとする生体反応が働きます。これによって術後は頻脈や血圧の変動を起こすんです。反対に麻酔が効きすぎたり出血量が多い場合、血圧は下がりますので、手術中の患者さんの状態を踏まえて全身状態の観察を行うことが一番大切です。循環動態の注意点としては、生体反応は心臓への負担を大きくさせてしまうため、心臓の機能が低下している方では心不全に移行しやすい特徴があります。術前は必ず心電図や心エコーを取って心臓の状態を評価するのも、患者さんの心臓が手術に耐えられるか、循環器の合併症を起こすリスクがどれぐらいあるかを確認するためにチェックしてるんです。では次に尿量の減少です。これは手術に伴う出血により循環血液量を維持しようと尿として出す水分を減らそうとする働きがあります。その役割を担うのがアルドステロンとバソプレシンです。この2つ排泄に関係はしてるのは知ってるけど、なんだっけなと思う方もいると思うので一緒に復習していきましょう。アルドステロンとは腎臓の遠位尿細管に作用してナトリウムと水分を再吸収して体液量を増加させます。またそれに伴ってカリウムの排泄を促進します。バソプレシンというのは抗利尿ホルモンとも呼ばれています。有効循環血液量が減少した際に分泌が促進され、尿量を抑えることで濃縮尿、濃いおしっこですね、これになってきます。つまり体の血液量が減ってしまうと、この2つが働き、結果尿量の減少を起こすというわけです。他にも尿量の減少を起こす原因はありますが、今後その内容はお伝えできればいいかなと思ってます。はい、そして最後に血糖の上昇についてです。ここで皆さんに質問です。体に侵襲が起こると血糖は下がる、上がる、どちらでしょうか？はい、答えは血糖は上がります。なぜかと言いますと、侵襲に抵抗するためにエネルギーを体が作り出そうとするので血糖は上昇するんです。この働きを糖新生と言います。そしてこの時はカテコールアミンと副腎皮質ホルモンが働いてきます。来たよまた嫌なやつってなりますよね。僕もこの横文字たち苦手です。おさらいしておきましょう。侵襲を受けることでカテコールアミンの分泌は増加します。カテコールアミンは肝臓からグルコースを放出させて血糖を上昇させるんです。そして副腎皮質ホルモンはタンパク、糖、脂質、電解質、コラーゲン、骨、ちょっと言い過ぎちゃいましたね、これらなどの代謝に関わっていて、低血糖や精神的
身体的ストレスによって値が上昇します。その結果血糖値は上がっていき、またタンパク質の分解や脂肪の分解を促進させたりもします。体へのダメージによってこの2つが増加することで血糖は上昇されるってわけなんです。今回は麻酔と術後の観察について簡単に説明させていただきました。作用基準も含めて説明していったので復習となれば嬉しいです。このチャンネルでは様々な職種が集まって医療情報を配信しています。参考になったり面白かったと思っていただけた方はいいねボタンやチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。これからもたくさんの情報を配信していきたいと思いますので、今後もぜひ動画を楽しみにしていてください。ではまた来週。